初めに今回の参議院選挙で神奈川県より出馬いたしました藤村晃子より皆様方にお話をさせていただきます。藤村晃子のプロフィールを簡単にご紹介いたします。1973年横浜生まれ。高校卒業後アメリカへ留学し、日本に対する考え方が180度変わる経験をして帰国しました。帰国後は動物病院の看護師、トリマーとして働く傍ら動物保護活動を行い、その後放送作家として10年以上報道の世界で活躍し、現在は保護猫カフェを運営しています。そして今回参政党神奈川選挙区より参議院選挙に出馬いたしました。それでは藤村さん、よろしくお願いいたします。神奈川選挙区公認候補の藤村晃子と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、本当に暑い中街頭演説の方も来てくださいましてありがとうございます。今日はですね、本当に痛ましい事件がありました。そして先ほどですね、ちょっと楽屋の方で、携帯の方でヤフーニュースの方とかも見ていたんですけれども、安倍晋三さんがお亡くなりになられてしまったということで、本当に心からお悔やみを申し上げたいと思います。でまた、ね、こういった政治の政策を争うとか選挙、この中でですね、このような痛ましい事件があったこと、本当にこの言論封殺を暴力で行った、力で行ったということは非常に許し難い行為だと私は思います。このようなですね、ことが今後起きないように、本当に改めてこれからの日本について私たちは考えていかなくてはいけないと思います。そして他の政党では今回の事件を受けて、演説などを全て中止にされている政党もあるという話も聞いておりますが、私たち参政党はですね、この安倍さんの気持ちを組むからこそ、この言論弾圧に負けてはいけない、暴力に負けてはいけないという思いで、開催することにいたしました。本当にね、弔い合戦と私たちも思いながら、一生懸命最後まで精一杯この日本が良くなることを考えて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは本日用意した資料の方を説明させていただきます。私は動物保護活動もやっております。これはよく武田先生がおっしゃっている言葉なんですけれども、力づくではない社会、こういったものを目指していかないといけないのではないかということを武田先生もおっしゃっております。また日本がですね、力づくではないやり方を本来はずっと継承してきたけれども、この第二次世界大戦によって日本の在り方、進み方が変わってきてしまった、そんなところも説明しながらですね、最後まで頑張っていきたいと思います。私はですね、非営利一般社団法人日本動物虐待防止協会の代表もやっております。そしてこの下に出てるのはですね、このグッディという昼間の番組なんですが、ここではですね、この動物虐待の、いろいろな告発、例えばですね、動物虐待をしている保護施設とかあるんです。動物保護施設なのに、実はなんか、ね、お金儲けのためだけに犬たちや猫たちをかき集めてですね、愛護団体のふりをして、そして中で餓死していたりだとか、こういったところを告発したこともありました。さらにはですね、アニマルポリスの設置の促進というものをやっております。私はアメリカに留学した時に初めてアニマルポリスの存在を知りました。これは本当にね、警察官なんですけれども、24時間365日普通の警察です。サンフランシスコにあります。でここで動物虐待とかをするとですね、逮捕されたりだとか、あとは逮捕されるだけではなくてですね、
捕まった人に対しての、まあ、そういうことをやってはいけないというプログラムもやってですね、動物を虐待させないような人に変えていくと、こういうことも、サンフランシスコの方でやっておりますので、これをぜひですね、日本にも持っていきたいということで活動を続けております。そしたら2014年なんですけれども、兵庫県に初めて日本の中でアニマルポリスというものができました。でこの時国会議員の方から電話がかかってきて、まあ、藤村さんのそのアニマルポリスの活動、普及活動ですね、これを見て素晴らしいと思ったので、兵庫県で立ち上げましたということを言ってくださった議員がいました。そしてなぜ兵庫県かっていうと、昔ですね、小学生の首を切って校門の前に置くっていう榊原事件というのがあったんですね。でこの榊原事件の前に、その犯人が実は動物をものすごく虐待していて、猫の首を切って校庭にね、ばらまいたりとかしてたんですけれども、その当時日本ではこういう動物虐待がですね、それほどなんかあまり趣を持ってなくてですね、動物へのいたずらだぐらいしか考えていなかったんですけれども、その榊原事件が起きた時に、全く日本の中で犯人が探せなかった。そして外国からやってきたんですけれども、アメリカからね、ロバート・ルシランという心理犯罪学者の人が来てですね、そして、この事件という前に動物虐待があったはずだっていうのをね、プロファイリングして、そしてこれは若い人がやっているっていうことをプロファイル しました。そしてまさにそれに合致したのが榊原だったということなんですね。つまり、アメリカでは動物虐待犯罪をする人というのは、動物でまずは試し切りじゃないですけれども、こういうことをやって、それがやがて子どもや、お年寄りや人間に向かうと。だから動物虐待犯罪というものは社会を壊す、ね、これの通過儀礼に当たるところなので、これを見逃してはいけないということが、常識になっているんですね、アメリカでは。そして日本でもですね、こういった仕組みを取り入れていきたいと考えておりまして、ずっとやってるんですが、今現在は兵庫県、そして大阪にもできました。これを全国に、ね、設置したいなというふうに思っております。で、このような調査とかもいろいろやってるので、例えば新聞とかテレビとかでですね、動物虐待事件が起きると、その解説をいつも頼まれるんですね。それでこれはグッディで呼ばれた時に解説をした時の写真の様子ですね。で他にも放送作家としてですね、ワンニャンクラブっていう動物の番組を作っていたこともありました。これは寺脇さんが司会をやっていたんですけど、これも結構長くやってましたね。で芸能人の飼っている動物を呼んで、そこでのなんかね、動物との暮らしぶりなんていうのを紹介するような番組でした。で本は2つ書いておりまして、ペット大国日本の責任という本を1つ書いております。これは2010年なんですけれど、30万匹約いた時ですね、ペットショップで売れ残った犬たちを、全国のですね、殺処分の場所で、廃棄処理みたいなことをやってたわけですよね。でそれが良くないんじゃないかっていうことで問題提起をいたしました。あとはもう一つ、2011年震災ペットを救うという本を出しました。この時ですね、日本で初めてのペット防災学の専門書というふうな形で雑誌などで結構紹介をされました。で皆さんね、震災が起きた時、この関東にも大きな震災がくる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 ってずっと言われてますよね。そうなった時に動物たちを一体どうするかっていうことをですね、考えていただきたいんですね。で大きなところで震災があるとですね、必ずペットが家に置いてかれたりだとか、あとペットと一緒に避難所に行こうとすると避難所から断られてしまって、結局揺れて危ないお家に戻る方とかたくさんいるんですね。こういった問題を解消しないと本当にですね、このペットを置いてきて避難されるとですね、ものすごい避難した人たちはなんか見殺しにしたみたいな気分になってしまって、トラウマになってしまうぐらいの悲しいことが起きるんですね。なので、これもペット防災という観点で一緒にペットと避難できるようにということを環境省にずっと言い続けてきました。それまではずっと置いていくようにという、ね、指針だったんですが、これが2011年の12月に変わりまして、ペットも体育館までは
一緒に避難、ね、しましょうというふうに指針が変わりました。これも活動の一つとして成果があったなと思ったところですね。で今現在はですね、YouTube なので自分の中で、テレビ番組ずっと尽くし続けてきましたので、そういった中でいろいろなですね、時事ネタこういったものを YouTube で発信もしております。その中で動物虐待関連もやっておりますけれども、政治の闇とかですね、税金の無駄遣いとか、まあ、スーパー J チャンネルでやっているようなことをそのまま自分の YouTube でも配信をしております。もしよかったらですね、見ていただければと思います。でこれはですね、今やっている活動ですね、保護猫カフェを経営しております。でこういった子猫というのはですね、今役所とかで保健所とかでですね、これぐらいちっちゃいと保護できないんですね。っていうのは保健所っていうのは5時で終わってしまうので、こういう子猫ちゃんって夜もご飯あげたりだとか温度の調節とかが必要なんですね。でも職員の人が帰っちゃうとそのまま寒い中に置いてかれたりして、結局朝になると亡くなってしまう。なので保健所も今こういった子猫は扱わないことになっているんですね。なのでそういった扱わないぐらいの月齢、これは私たちの方で治療して、そして里親さんを見つけるっていう活動をやってます。こんな感じですごい可愛いですよね。本当に可愛いんですけれども、まあ、こういった、ね、子猫ちゃんもちゃんとね、最初はなんか風邪ひいてたりとかですね、目がもうぐちゃぐちゃだったりとかして、なんか野良猫って感じなんですけれども、ちゃんと可愛がってあげるとすごく綺麗な猫ちゃんになるんですね。でこういうふうにミルクとかも 3,4 時間おきにあげたりとかしています。はい、そしてこういうふうにですね、譲渡活動ということをやっております。これは保護猫カフェのところなんですけど、お子さんとですね、お母さんがよくこう見に来て、そしてやっぱりね、ペットショップって今アメリカとかでもほとんどそこから買う人って少ないんですよ。皆さんもうペットショップ使いません。だいたいこういった保護犬とか保護猫とかですね、こういったセンターから引き取って買うのがアメリカでは今主流になってきております。しかし今日本ではやっぱりまだまだペットショップが買われる方が非常に多いんですね。でこのペットショップっていうのはやっぱり大量繁殖、お金儲けのためにやってますので、顎の骨が溶けるぐらいに繁殖させたりだとか、何回も何回も産ませたりするんですね。そうするとワンちゃんとか顎の骨が溶けちゃうんですよ、子供に全部カルシウム取られて。でこういうふうな、ね、虐待的なですね、繁殖をやっていたりだとか、あとはもう山積みにして、ケージを山積みにしてですね、上のワンちゃんがこう動くと下のなんかケージにね、上のワンちゃんのおしっことかが全部下に落ちたりとかですね、で下の犬がおしっこにびちょびちょになっちゃったりだとか、こう狭いケージの中にずっと入れられて、お散歩も行かせられなくて、繁殖の時だけ外に出されてとかですね、ものすごい虐待飼育をやっております。ペットショップに行くとすごく綺麗で、ガラスの、ね、ショーケースがあって、そんな風に皆さん思わないと思うんですけれども、繁殖の裏側というのはものすごい広いです。でこういったこともですね、今アメリカはすごく厳しく取り締まっております。で、ね、こういった虐待繁殖をさせると逮捕されたり、ものすごい高い罰金を払わせられたりします。去年一番アメリカの中で高い罰金がですね、8億円かな、虐待で繁殖させたパピーミルって言うんですけれども、ものすごい、ね、高い罰金が取られます。で日本でもやっぱりですね、少しずつこういった10年間やってるんですけれども、最初は8州令からですね、法律を入れよう入れようと思ってるんですけど、やっぱり業界団体のですね、利権なんですよ。利権がすごい大きいんですね。なのでやっても全然最初はダメだったんですけれども、まあ、今ではですね、やっと8州令も入るようになりましたし、あとは刑事規制ですね、刑事の大きさどれぐらいとかですね、あとは繁殖の回数、これも今年からだったかな、6月ぐらいからスタートがいたしました。でこういうことでですね、少しずつこの繁殖ブリーダーへのですね、規制が増えていっております。でこういうことで、まあ、ペットショップをですね、乱繁殖させないように活動しております。でまあ、そもそもペットショップじゃなくてもですね、こうやって可愛い猫ちゃんいっぱい保護猫でもいるわけですから、まあ、なるべくならね、ペットショップとかではなくて、こういった保護犬や保護猫から
家族を迎えていただくことによって、そういった虐待繁殖を防げるっていう抑止力になるんですね。なのでもしね、今後ワンちゃんとか猫ちゃん飼おうかなと思う方は、ペットショップじゃなくてこういった保護犬や保護猫を、選んでいただくとすごく、ね、文化的にもいいかなと思います。はい、そして私がそうやって目指しているのが、力ずくの社会ではなくて、優しさが世の中を支えるという考え方、これを私は政治の中で実現していきたいというふうに思っております。この力ずくの社会というのはどういうことかというと、お金持ちですとかね、学歴が高い人、肩書き、こういった権力者が庶民を支配する社会、これは実は西洋型なんですね。力を持った人たちが弱者を支配していく、こういう社会を作っていくとですね、実に寒々しい世の中になってしまいます。日本というのはもともとこういう考え方ではありません。みんな、助け合ったりとかですね、仲間同士で、ね、許し合ったりだとか話し合ったりだとか、ね、全くこう西洋的な考えではなかったんですね。なのでこういった今第二次世界大戦後、日本はどんどん西洋化して、考え方まで西洋化していってしまって、せっかく日本にもともとあった素晴らしい考え方とかがどんどん削れていってしまう。なので私はもう一度ですね、もともとあった日本型に戻すようなですね、社会に変えていきたいなというふうに考えております。で、実はですね、昔日本は、ロシアと戦ってですね、勝っちゃったわけなんですけれども、バルチック艦隊を倒してですね、それで初めて1919年にパリで開かれた、大戦処理のための国際会議に日本は呼ばれました。この時に日本が何を言ったのかといったら、当時、いろいろなアジアの国をですね、ヨーロッパの諸外国が全部植民地化にしてですね、そこから、例えばタバコとかいろいろなものを麺とかですね、こう奴隷にさせて、これこそ本当力づくの社会なんですけれども、そして原住民の人たちをですね、奴隷にしてですね、お金儲けをしていたわけですね。そして日本はですね、この講和会議に呼ばれた時に、そういうことはやめましょうということを声を上げた一番の最初の国なんです。そして、この時ですね、アジアの中で初めてこの白人社会の中でですね、こういった声を上げました。人種平等を守り、差別を撤廃することを国際連盟規約に提案し、人種や国籍によって差別しないこと、こういったことをですね、提案したということなんですね。はい、で、これに対してですね、みんないいぞっていう感じにはなったんですけれども、他のね、アメリカ、特にアメリカは、これは全員一致じゃないとこの法案は通せないって言ってごまかしたんですね。自分たちはそれを通されてしまったら、アジアでお金儲けができなくなってしまう、植民地支配ができなくなってしまう。なのでそうやってごまかしてですね、その後この日本を目の敵にするようになっていきます。日本を軍事的な脅威としてまずは認識し始めた、ロシアを倒してしまったからですからね。これソ連に書いてありますが、ロシアですね。で、日本人は農地を奴隷労働させることなく、勤勉で真面目なために開墾することを自分たちで行っていたと。本来ですね、ヨーロッパ諸国というのは弱い人間たちを使って開墾させたりだとか働かさせていたりだとかしたけれども、日本というのはそういう考え方を持っていなかったので、自分たちが働くことによって、ね、楽しい人生を送ろうっていう、こういう日本型の考えだったので、こういうことしなかったんですね。なので開墾するのも別に奴隷なんか必要ないと、自分たちでやるっていうことで、アメリカの土地に行って開墾をどんどんしていきました。そして白人が奴隷を使うことと同じことをしなくても、農地拡大を簡単に日本人はやっていったんですね。それを見てヨーロッパがちょっと怖くなったと。日本人というのはなんで奴隷を使わないんだ。おそらく日本のこういう考え方は、その当時ヨーロッパの諸国の人たちには全く理解ができなかったと思います。それは日本が独自な文化を歩んできたからですね。それに理解ができなかったと。そして収穫がですね、もちろん自分たちで率先してやってるので、
収穫高がすごく高かったと言われております。奴隷っていうのはいやいややってますからね。けれども日本人は自ら自分たちで好んでやってますので、どんどん収穫する、収穫高が増えることが楽しい、これこそが幸せっていうことでやってたんで、まあ、その収穫高についても非常に脅威を感じていたということですね。日本の労働者は人間は、怠けている時よりも働き、生産している時の方が幸福という考え方を持っていたと。けれどもこれをヨーロッパの人たちは理解することができなかったんですね、当時。そして日本または日本人に対して恐れと憎悪が生まれていって、そして日本を追い詰めるっていう方向にどんどん進んでいきます。そして、第二次世界大戦、大東亜戦争なんですけれども、この時に戦うんですが、日本は一生懸命、ね、植民地こういうされているところを解放しようとやっていきました。その結果ですね、最終的に民間人が約80万人殺されてしまったということですね。東京大空襲では60回を超える空襲、民間人で全て、そして、これだけで10万人も殺されたということなんですね。で、広島、長崎に原爆が2つ落とされました。これも民間人が犠牲となりました。そして2019年8月時点、まだまだ原爆症というのは続いているんですね、今なお。そしてこの当時で50万人の人がこの原爆が原因で亡くなったというふうに原爆認定をされております。これほどまでに日本の人口は減り続けていて、そして亡くなっていたと。そしてそれが全部民間人だったっていうことなので、日本の教育を変えたと。そして私がアメリカに行った時、アメリカ人にこういったことを教えられました。ウォーキルトインフォメーションプログラムですね。日本人に自虐史観を持たせて、軍国主義だったっていうことを持たせて、そして悪いことをしたからこれだけのことをやられたんだっていう教えに変えていったんだっていうことを教えられました。そしてさらにですね、このウォーゲルトインフォメーションプログラム、日本人に罪悪感を植え付ける宣伝工作活動だけではなくてですね、検閲も強化していきました。そして、メディアを検閲して、問題ないものはパス、部分的に問題があれば部分削除、問題がある場合は公開禁止ということで、いろいろね、日本のために一生懸命記事を書いた、こういった会社、新聞社は全て廃刊に追い込まれたということですね。で、こういったことが7年間もずっと続けていました。そして一般国民にはその新聞雑誌が検閲によって部分削除された、こういったことは明らかにされていなかったんです。だから一般の人たちは、あ、これ削除されたんだって見るんじゃなくて、もともとそういう記事だと思って読むんですね。なのでこういったことも一般の人たちには教えられなかったというふうに言われております。そしてこの高野岩三郎という方が、この検閲で約5100人の日本人のリーダー、ずっとですね、アメリカを検閲しているわけにはいきません。この検閲を日本人に任せたんですね。で、日本人に任せて、その人たちにはすごくいい高い給料を払ってですね、いい暮らしをさせて、少しずつ自分たちの言うことを聞くようにさせていった。そしてこの人が戦後の初代 NHK 会長に就任するということです。そして米国の言論弾圧に加担をしていったということなんです。 GHQ が日本国憲法を、これやって、事実上は、検閲によって封印され、さらに多くの日本国民は知らされないままでずっと来たということを過去にあったということなんですね。で、これをアメリカで私は教えてもらったんですけれども、実は日本人こそがこういったことをほとんどの人が知らないということなんです。でですね、これちょっと怖いんですけれども、トルーマンという方もですね、日本人、小戦国の権限としてですね、原爆投下について、獣を扱うのは獣にふさわしい方法でやったんだということでですね、でこの原爆投下について、こういう考え方なんですね。そしてこの 3S 政策というのもやってきたということです。猿って日本人のことです。猿は我々の家畜である、主人に貢献するのは当然のことであると、こういったこと発言もされていたんですね。一方日本はどうだったかっていうと、日本を捕虜にしていた時代がありました。
松江豊久さんという日本人を少しだけ紹介したいんですけれども、この方はですね、徳島県で安藤不良所という、これですね、捕虜ということなんですけれども、その捕虜の施設の所長さんです。松江豊久さん、これ見てください。皆さん、捕虜に見えますかこれね、ピクニックしてるんです捕虜がそして上はですね、ね、日本人の子供とこの捕虜の、ね、やっている捕虜の外人の人たち、ね、ドイツ人がですね、こんなに楽しそうに談笑しているんですね。これが日本方の捕虜として、このバンド捕虜所ではやられていたんです。これはなぜかというと、松江豊久さんというのは彼らも、ね、敵国ではあるけれども、彼らも国のために一生懸命働いたんだと。だからそういった彼らをですね、こう悪く扱うっていうことはいけないことだっていうことでですね、ピクニックにね、ちょっと連れてってあげたりだとか、あとはまるでね、地元の子どもたちと遊ばせたりだとか、ちょっと考えられなくないですか。でも日本って昔こういう人がいたんです。そしてね、この施設、大正6年、約1000人のドイツ兵捕虜に地元には驚きましたが、四国88カ所で、ね、土地柄で接待を持つ風習もあり、ドイツさんと親しく接するようになったと。でドイツ兵捕虜も畜産や製パンなどの産業指導、スポーツや芸術指導のほか、地元の大工とともに建設したり、地元民の生活を便利にするための橋を建設するなど、戦時中とは思えない交流が行われていたということなんですね。で松江豊久さんの博愛の精神に基づく方針により、自由で気風あふれる収容所運営がなされていたということなんです。そしてね、これお菓子店とかですね、例えばこの捕虜になった人がですね、松江さんは、あなたはドイツで何やってたんですかと言うと、いや私は兵隊になる前は地元でお菓子作ってましたって言うとですね、松江さんは、そうか、じゃあお菓子を作る工場を作りましょう、だからあなたはそこでお菓子作りをやりなさいとかですね。あとは例えば、私は新聞記者やってましたって言ったら、松江さんは、じゃあその捕虜所の中にあるいろいろな出来事を記事にして書きなさい、そしてその捕虜所の人たちにね、みんなに見せてあげなさいって言うんです。なんでこういうことをしたのかって言いますと、あなたたちはそれぞれ兵隊になる前までは技術を持っていたと、その技術をこの捕虜所の中で使っていないと腕が腐ってしまうでしょ、だからその腕をね、腐らせないために、いつかドイツに帰った時のためにですね、この捕虜所でこういったことを一生懸命やりなさいって。だからパンのね、工場をパンを作ってた職人さんはこの中にパン工場を作ってあげたりだとか、サッカーやってた人はサッカー場を作ってあげたりとかですね。なので次第にですね、ドイツ軍がですね、負けた時はここに入れてくれっていうね、要望がすごい出たということですね。すごい有名になったそうなんですね。これが日本の捕虜のやり方なんですよ。今どうですか、ロシアとウクライナ見て、ね、捕虜になった人パンパン殺したりだとか、レイプしたりだとかね、これがヨーロッパ的な考え方なんです。言い悪い別にして、日本というのは武士の情けという、ね、こういった考え方があったので、たとえ敵国だとしても愛国のためにやったんだから、彼らを偏見したり、ね、悪く扱っちゃいけないって、ね、やってたんです。そしてこの松江豊久さんは会津の出身の方です。なのでね、こういったもう武士の精神がすごかったということなんですね、はい。で松江さんも苦しい生活を送り、敗者の心情をその身で受け止めながら成長した。彼の口癖は武士の情けだったといいます。敗者や弱者への人並み外れた人道的共感が、まあね、捕虜たちへの接し方にも現れていた。単に哀れみや同情じゃなく、祖国のために堂々と精一杯戦った戦士への礼節を尽くし、自らの信念を貫いたと言えると、こういう教えが日本だったんですね。これで皆さん、軍国主義だとか今まで学校の中で学んだ日本のイメージ全然違いますか？全然違いますよね。でも実はこういった人がいたということなんです。一方アメリカはどうですか、ね、原爆について獣を扱うには獣にふさわしい方法でやった、
これがですね、世界の中で必要な考え方としてどっちが残った方がいいと思いますか。私は松江さんのやり方が残った方が世界には平和になると思うんです。どうでしょうか。ありがとうございます。これが私の目指している力づくではない社会なんです。そしてこのドイツの捕虜の人たちはですね、ドイツに帰ってから永遠とこの松江さんのことを語り継いでいるそうです。今3代ぐらいにお孫さんになってるんですけれども、彼らはですね、本当にあの松江さんは素晴らしいって言ってですね、なんかバンドストリートっていうのがドイツにあるらしいです。で、こういったことをやったから日本人っていうのは素晴らしいんだって、敵国なのにもかかわらず日本をですね恨んでないんですよ。彼らはこれだけいいことをやってくれたから、素晴らしかったから。でもアメリカっていうのはあれだけ虐殺していつか日本が復讐してくるっていうから日本を痛めつけている力で支配してるんですね。この考え方の違いっていうのを本日は皆さんにご理解いただきたいなと思いまして、このように資料を用意いたしました。ぜひですね、皆さん、日本って素晴らしい国なんです。そしてこれが大調和の考えだと思うんですね。どうでしょうか。だから今までの GHQ の考え方に洗脳されているのではなくて、もう一度ですね、こういった素晴らしい人たちを教科書に載せたりとかしてですね、子どもたちに教えていきたくありませんか、皆さんね。ありがとうございます。ということで、お時間になりましたので、以上とさせていただきます。ぜひですね、力づくではない社会ということをですね、今一度考えていただいて、本当に日本のもともとあった教えというのは、これはちゃんと持続させていって、そして世界平和に貢献できる私たちは民族なんだっていう誇りをぜひ持って、皆さん生きていきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。